多くの人でにぎわう札幌中心部に突如現れたこちらの施設、看板には納骨一時預かり所と書かれています。中を覗いてみますと祭壇がありますが、遺骨が置かれているような様子は見られません。札幌中央区に突如現れた納骨堂のような施設、看板に書かれた NPO 法人が運営しているのでしょうか。異様です。なんか合わないですね。この近隣で勤めるあのいい飲食の方だとか、あとお客様の叱り、これを見たときにやっぱそのどう思うか。以前この場所は駐車場でしたが、いつの間にか納骨堂とみられる施設に変わっていました。おととい市民からの連絡を受け、札幌市が存在を確認。ただ NPO 法人とは連絡が取れていないということです。事前の相談などは受けておらず、正直認知はしていなかったんですよね。納骨堂に当たるということであれば、こういった経営はできないので、やめていただくように指導していくということになります。登記簿ではこのビルの所有者は去年10月、運営する宗教法人が事実上経営破綻し閉鎖状態となっている札幌東区の納骨堂御霊堂元町の土地と建物を競売で落札した不動産会社であることが分かりました。しかし市の聞き取りに対し、不動産会社は NPO に場所を貸しているだけと話しています。市は施設が無許可の可能性があるとして設置された経緯を調べています。はい、突然現れたということで驚きますし、いろいろと不可解な点も多いですね。はい、そうなんですね。まずこの納骨堂なんですけれども、納骨堂をここに作ること、何が問題なのかと言いますと、そもそも納骨堂を作る際にはこの墓地埋葬法で規定があります。札幌市の場合ですと、この市長の許可が必要なんですね。ただ札幌市は許可は出していないということなんです。でそもそもあの施設というのは納骨堂なんでしょうか。納骨一時預かり所、そして永代供養という、この2つの表記がありますので、つまりこれは納骨堂に当たる可能性があるよということなんです。でそもそもこの納骨堂というのは条例で自治体か宗教法人のみがその運営を担えるんですけれども、あの看板にも真ん中に NPO 法人の名前ありましたよね。NPO 法人はこの条例で該当しないんです。ですからそもそも納骨堂を経営しちゃいけないということなんですね。はい、でこれ仮に今後どうなっていくのかと言いますと、はい、まあ、札幌市としては行政指導に当たりたいんですが、現状連絡が取れていない状況だということです。まあ、市は引き続き関係者と連絡を取り、設置の経緯などを調べることにしています。